元気です、はるちゃん。やばい、くしゃみ出そうだし、お元気なんですけど、めっちゃちょっとお眠タイムなんです、今。めっちゃね、なんか今日めっちゃ早起きしたんですよ、聞いてよ。早起きになっちゃって、なんか寝れなくて、起きたんですよ。そう、そのせいで今眠い。しかも明日さ、明日も配信をなんか夜できないから、ニコ生さんがあって、そうだからね、明日の配信も、明日の配信は早くなるかも。え、何時にしようね。可愛く入ってありがとう、ね、予告もなんか来れるのワイラくらい。え、予告したよ。え、してなかったっけ。いや、してない？はるちゃん。したよ、した。した、した。覚えてないけど。覚えて、配信で言った記憶がある。え、早く寝たって。寝た、寝た。めっちゃ寝たよ。寝たから早起きしたんだって。ね。可愛い子発見ありがとう。パーティーね、行けた。ありがとう、こちらこそ。かわいい子発見ありがとう。いらしてるとこ見逃した。やだ、見なくていいの。かわいくて美人で最高、ありがとう。熱出たの？あれ大丈夫？お大事にだよ。やっぱチュンしか。え、ありがとう。お疲れ様です、リハ。え、ありがとうですね。え、でも今回はそんな早く起きてない。だって私が寝たのが2時ぐらいじゃないですか。で、そんなに早く起きてない。4時じゃない、5時も起きてないよ。あ、でも細く、みじん切りなんですよ。みじん切りしてるからめっちゃね、細かく寝て起きて寝て起きてだから、うん、あ、でも6時7時8時9時とか、そう、1時間ごとにね、1時間ごとに起きてたんですよ。寝ようかなって思って頑張ってね、そう、起きて、いや全然音で起きない。え、なんか目覚めた、ね、で8時にはもう起きてて、で、そう、それでご飯食べて、でチャット書いた。朝5時配信はできないね、全然できない。2時間3時間睡眠になっちゃう。明日そうニコ生さんがあるんですよね。そう、でもその前にね、やることがあるので、明日早いな。昼配信がいいな。昼にしよう。朝はやだ。昼ね、1時間、明日は1時間じゃなくて、ごめん、明日は12時から12時半か12時半から1時ね、どっちがいい？え、1時間できるかな？ね、ギリギリまで寝てたいと思うけど、いや思うんだけど寝れないな。うん、ダンスやんないと。かわいい、ありがとう。
22時って言ってましたよね。こんばんは。可愛くて美人で最高、ありがとう。ブザビットありがとう、ね、4時起きしてないっすね今回。6時くらいですかね言うて。ね、そう、みじん切りです。そうそう、みじん切りっていう言葉ハマってしまったので、みじん切り、じゃあ細切れでもいいんですけど、はるちゃんみじん切りって言いたいんですよ。こんばんは、可愛く発見ありがとうね。そう、昨日もみじん切りだったんです。そう、最近みじん切りね。こんばんは、可愛く発見ありがとう。多分はるちゃんは、10時に起きて頑張ってると思う。わかんない、7時にね起きると早いんだよね。早いけどなんかもう昼寝もできないみたいな、早すぎて。こんばんちゃんです、ヤッホー、かわいこはきゃり。そう、久しぶりのお昼で、夜できないよね。わかんない、待って、夜できる？夜はあ、ダメだ、できなそう。配信の終わり時間が22時予定だよ。ね、22時までだから。ね、ダメだ。ね、多分、押すじゃん。多分、押すじゃん。で、片付けとかいろいろやって帰ると23時ぐらいじゃん。多分。どうだろうね。どうだと思う？押さない？巻く？巻かないよね。ね、その次の日も辛くなる、ね、その次の日もちょっとね、あるちゃんあるんで、ね、だからちょっとね、ゆっくり帰ったら多分ね、寝ちゃうので、お昼なら見れる？ありがとうございます、ね、休憩入ってるか微妙な時間だった、ね、明日は自宅待機だからいつでも見れるよって、ありがとうね、見に来てくれ。どっちでもいいの？あ、じゃあ12時開始、ね、12時開始にしてね、できそうだったら13時までやるわ。まだちょっとハルチの予定がまだわかんない。どっちも見れなそうで、あ、ごめんね本当に、ね、ごめん。また明日、明後日ね、夜できたらやるんで。こんばんちゅんです。そう、ハルチ早起きって言うとオールしちゃうんですよ。そうなんです。そう、なんか寝れなくなっちゃうんですよ。これはガチですね。可愛く拝見ありがとう。夜ね、あ、寝れてるんだよ。なんかね、今日ね、めっちゃね面白い夢見て。面白くはないんだよね。あ、夕飯食べる時間ないじゃんって。確かにね、確かに。まあちょっとあれじゃないですか、ちょっとで食べれるんじゃない、わかんないですけどね。今日ね、聞いて、あ、カラオケあるの？わかんない、はるちゃん。予定知らん。あるのかね、どうだろう。朝早起きできてる。そう、やっほー。あ、無理しないです、全然。ありがとう、心配してくれて。そう、夢を話したい。今日ね、今日の夢面白いの本当に。なんかカラオケ大会の夢を見たんですね。カラオケ大会で団体戦なんですよ。で、知らない人たちとなんか5人組で歌うみたいなので、なんかいっぱいね人がいて、でその予選ですね。予選でまず勝ち上がったんですよ。そうそう、団体戦なのに知らない人と歌ってた。5人組で。そうで、なんか4人知らない人で、それで私もちょっと入っ
って歌ってたんですね。で予選勝ち上がったんですよ。で決勝戦、そうマジでで決勝戦ですよ。決勝戦でなんか決勝戦がすぐだったんですね。なんかすぐ開始されたので、ハルチュンは歌詞を覚えてなくて、カラオケで、そうカラオケ大会なのに、なんか予選は歌えたの、予選は歌えたのに決勝が知らない曲で、本当に知らない曲だったんです、ガチで。え、何の曲か分かんない。でなんか私の歌割りの時にもう歌わないで、なんかずっとこうやってね、ぼーっとしてるんですね、自分が。そう、自分がぼーっとしてんの、え、これ歌わないのみたいな思うじゃん。でぼーっとして、なんかそう、なんか放送事故になったんですね、カラオケ大会で。でチームメイトからもめっちゃなんかこうやってなんか見られてて、え、テレビなのかもわかんない、もう放送事故みたいな。そう、え、なんか審査員の方とかいろんな人いたので、こうやってこうやってぼーっとしてて、なんか周りの人たちもえってこうやって見てくんのよ。でも私は歌ってないの、こうやって。でそれでなんかでそれでなんかね、急にそれでなんか結果発表になって、結果発表というか審査待ちの時に、その4人から「え、なんで歌わなかったの？」ってもう責められてんの、私夢の中で「え、なんで歌わないんですか？」みたいな「え、なんで？」って「歌ってくださいよ」みたいな、「え、これ優勝逃したらどうするんですか？」って言われて「えっ？」ってずっと笑ってんの、一人でずっと笑ってて、でなんか嫌なやつになってんのよ、めっちゃ。それでもう結果発表になるわけですよ、結果発表ね。そう、笑ってんのずっとってあ、4人です、女子4人。そうで結果発表になってさ、こうやってまあ祈ってるわけですよ、なんか私も祈ってんので、なんかよくわかんないけど、それでなんかわかんないけどこっちのチームが優勝するんですよ。なんかいろんなチームがいたのに、なんか歌ってない私たちが優勝するので、え、イエーイみたいになってて、でその優勝理由が、その優勝理由がね、なんか南川遥香が面白かったからみたいな。そう、それがなんかカラオケ大会なのに、なんか面白さ重視でなんか優勝してたんですよ、私が。そう、え、なんか変な夢見てない？え、なんですかこれ。そう、選考理由が面白かったからなんですよ。そう、それで優勝したんですね。でハルチュン賞金までもらって、え、マサ夢になる、やばい、なんでですかね。そうね、夢占いで調べづらい、確かに盛り上げたのかね、夢の中で。そう、面白かったから優勝したんです。そうなんですよね、よくわかんない夢見た。相手のチーム歌うシーンあった、めっちゃ歌うまかったね。ハチずっと黙ってこうやってぼーっとしてんのね、なんでですかね、びっくりしたね。歌わず、え、次カラオケの機会あったら歌わずにいれば優勝できんのかな、え、マジかね、ありかもしれないでもさ、コンサートではやめるよ、コンサートでさ歌わないはやばいってね、もう放送事故というかやばい人になる、もう一生出れなくなっちゃうかも、コンサート。相談に乗るよって、そんな、ね、そんな悩んでないんだけどな、なんかありがとう。ニコ生の時もめっちゃ盛り上げてたから、え、そうか、ね、歌わないのに面白いってすごいよね、びっくりした。夢の中でそういう審査があったんですよ。そもそも知らない人だから練習もなしだし、それで大会なんておかしすぎるって。だよね、そう、なんか目覚められなくて
ちゅうひめが面白いにぬのにはかな。いつもいるちゅう。決勝の課題曲リアルの曲だったのって、リアルの曲だよ。でもハルチュン本当に知らない曲、なんか本当に歌えない。何の曲だったのかも覚えてない全然。そう、可愛くて美人で最高、ありがとう。夢占いどうやってするんだろう、なんかむずい。ちょっと待ってね。あれハルチュンさ、明日の台本って来てないのかな。明日何やるんだろうね。みんな知ってる？何やるか。何のために今リハ頑張ってるのよって。確かにね、歌ってな、歌いますよちゃんと。歌ってパフォーマンスしますよ、それがアイドルだからね。え、何や、何やるんだろう、わかんない。こんばんは。ね、みんなを笑わせて笑顔にしたいって気持ちを表してんのかな。マジか。こんばんはね。ね。何ちゃうちゃうですか。こんばん、かいこあきありがとうね。課題曲普通に事前に知ってるはずって。だよね、普通ね、そうだよね。カラオケ歌わない優勝ですか。ね、それ夢占いに出てくる。あのこんばんは知ってたら怖いのかね。え、しゃ、さけって何、え、何の話。他の4人女子だよ、女子。え、みんな女子しかいなかった、なんかわかんないけど。こんばんは、かいこ発見ありがとう。チーム、そうですよね、3人になることしかわかんない。それがアイドルだからかっこいい、ありがとう。こんばんは。はーちゃん MC なわけない、絶対違う。え、でも MC どなたなんですかね。まだ台本来てない気がする。え、わかんないけど、え、来てんのかな。さっきの写真載せて見合わせてたの？こんばんはです。かわいく拝見ありがとう。優勝する夢。運気自体が上昇していたり、前向き思考が高まってして、あ、高まったりしている場合が多い。え、これなんか当たってるんじゃね？え、当たっててほしいよ、これ。ね。自分の能力を試したいっていう意味。え、当たっててほしいんだけど。ね。知らない人と団体戦する夢で調べようかなって。それもありかも。ね、全部合わせて。いいところだけ信じよう。みんなお腹空いたよね。4期生ともう仲良くなったんだよ。え、マジ。これはるちゃんは、あの今日はユアユアいじってた、ずっと。え、なんか可愛いんだよね、なんかすごいね、反応してくれる子っているじゃん、なんか可愛く。はるちゃんのいじりにめっちゃの反応してくれるから、ユアユア好き。かわいく発見ありがとう。ブザビットありがとう。ハチもチームサニーです、ね。え、匂わせ来てるの。
え、なに、はるちゃんも見よ、なんだみんな、はるちゃんもちょっと、なんだ、はるちゃん知らない、匂わせですって本当に、なんですか、え、なに、え、本当にこれが匂わせなんですか、え、これ渡る、え、これ明日、え、ん、え、本当に分かんないですね、調べたけど全く出てこなかったね。可愛くて美人で最高、ありがとう。ご飯食べ終わったばかりなの。食べないで食べないで、はるちゃんが食べてないんだよまだね。食べないでよご飯ね。これさね、ヨンキちゃんのさチャットをね撮りたいんですけど、これっていつ解約すればいいんですか、これって無料期間じゃん、これさお試し期間が3月26日23時59分までじゃないですか、これ、これいつ解約すればいいの、これってその前に26日中なんですか、これなんかさ複雑なこと書いてなかった、なんか2日前とか、え、そんなことない、お腹いっぱいであるですか、でもやだ、お腹すいた、お腹すいたね、やだ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 、こんばんは、うざびたありがとう、ゆあゆあかわいい、え、なんか2日前とか書いてあったよね、え、え、なんかどっかで、え、なんか、なんかさ、なんか調べたら2日前って、え、これど、ど、な、な、何が正解なんだろう、これ、え、チャット来てんの、これって、なんかトラップですよね、え、これから晩ご飯だよ、配信終わったら、え、ほら会場期間は2日前の23時59分って書いてあるよって、だってよ、みんなみんな、なる子持ってるかいって、え、解除忘れるとはるちゃん大変なことになっちゃう、え、24日、え、上さんに聞く、でもさはるちゃんがさ聞くの、え、これ4期に聞いたら分かるの、これ 4期に聞いたら分かんない、これ26、え、どっちだ、え、じゃあちょっと聞いてみてあげるよ、じゃあね、はるちゃんが聞いてあげようか、ね、4期は知らない、正解なんですかこれ、え、なんだろう、わかんない、ね、私が聞くんですか、私が、え、これ誰に聞けばいいんだろうね、これ私のマネージャーさんに聞いたらわかるのかな、4期のマネージャーさんに聞けばいいのこれって、え、それとも社長に聞けばいいんですかこれ、え、どなたに聞けばいいね、誰に聞けばいいのこれ、ね、私のマネージャー、社長、ね、社長に聞く、え、これって、ね、あ、そう、いつ撮り始めても、そうね、そうですね、
撮り、あのいつ頃撮り始めても26日の23時59分で終わるってことでことですね。でもさ、どっかの記事にさ2日前に解除みたいななんか見たんだよ。え、それは何ですかこれは。ね、あ、でもここにはここにはなんか別に何かさどっかで見たよ。え、じゃあいいのか。え、なんかさ、何で見たんだっけな、全然覚えてない。じゃあいいんか、26日までで。 26? チャットの一覧の床ですか。どれが、え、今契約してるチャットも2日前に解除しないと継続課金されるの？そうなの？え、でも無料期間中はね、いつでも解除できるって。まあいいや、もう一か八かでもう全員登録しちゃおうね。一か八かで、まあいいや、ハルチュン C いらないちょっと待って一回登録するわ。え、これで見つけた、え、見つけた。あ、でもここは関係ないのか。あ、見つけたんだけどこれさ、注意事項に書いてあったんだよ。でもこれ関係なさそうね。でもこれじゃあれか、うちらのやつか、今回は特別だからいいのかね。じゃあ大丈夫だ、みんな安心してくれ。うん、今回は大丈夫そう。ということで、はるちゅん、あ、え、画面見えない、え、なあそう、チューン信じてくださいね。めっちゃ真っ白、え、これこれ登録します。そう、4期以外のメンバーのことを2日前にやんないといけないっていうこと。そうっていうことで、みんなで教え合おうね。26日、ちょっと怖いから25日にカレンダーしとこうね。南川が大丈夫って言ってんだから大丈夫です。そう、通常時の場合は2日前だった。チャット、よしよしね、解約って書いといて、何かあったら南川までにね。
後でやっちまったって言いそうだな、ね、何かあったら南川が保証してくれねってね、南川って言うなだよ、めっちゃみんな南川って言うやん、やめてよ、叩くよハンガーで叩いちゃうよ、いいのね、受け入れちゃったよ受け入れちゃったけどね、ハンガーで叩くぞみんな。やっほー、卒業メンバーの場合自動解約なの？あ、そうなんですか、ん、知らなかった、叩かれたい、叩いてくださいって、ね、みんなやめてよ、はるちゃんド S じゃない、はるちゃん、はるちゃんド S じゃないからね、みんな叩かれたい派だった、やばい、タラちゃん逃げないといけないね、もうちょっと硬いもので叩いてあげようか、これ最強、最強のケーブルでどう、ここの、ここでカンカンカンって、あ、全然痛くなかった冗談です、叩かないよ全然ね、叩かない、やだね、叩きたくない、みんな喜んでる、なんで喜ばないで、そんなにね、ご褒美ご褒美じゃない、全然ね、喜ばないで、やったって、首のあたりをやばい、首のあたりをた、やばいですよね、血出ちゃう、やばい、ハンガーといえば刑事物語って年齢がバレるな、はるちゃんちょっとわかんないよやだよ、頭はやめてねって、分かった、ネットで、分かった、ネットでね、叩かれないようにしないと、推しに叩かれるならみんな本物なの、え、ありがとう、なんか、いや嬉しいですねやっほー、かわいこ発見ありがとう、こんばんは、みなみかって言うなね、永遠に眠ることになりそう、やばい、それ肩こりがすごいので肩あたりをお願いしますって、もうマッサージじゃんそれ、うなじ店配信してない、そんなんしてないです、おしゃべり会じゃなくてご褒美会 いらないです、そんな、コアハンガーはですね、あのはるちゃんはあの上着をかけようとしてね、かけようとしたんですよ、でも上着をあのかける時間がなくて、今さっき帰ってきたから、そうだからちょっとそう後でかけるようにここに置いといた、そう、めっちゃさ雨降ってる、え、雨じゃないのこれ、じゃあなんかさ雨じゃないんだよ、さっきさそう帰ってくる時にさ思ったんだけどさね、なんか風やばかったし、え、傘吹っ飛んでったしひっくり返ったし、あれですよ、しかも帰ってくる時ね、あ、今日寒かった、え、ね、今日帰ってくる時になんか雪か氷かわからないもの、雪じゃないな、雪ではない、氷かあられかわからないもの降ってて、最初雨だって言ってゆわゆわと騒いでたんですよ雨降ってるねみたいな、ね、ゆわゆわと騒いでたんですよ、騒いではない、そんなに、雨だねって、雨ですねって言われて、そうそう、あ、今日ゆわゆわと帰ってきた、
そうなんです。そうでもなんかこう歩いてると痛いんですよ、バチ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 みたいな、めっちゃ痛くて痛い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 みたいな、えってえこれ雨じゃないみたいな、これ雨じゃないぞって、そうえ叩かれたじゃあ痛い痛い痛いみたいな、痛い痛いってなってて、そうめっちゃ痛くて、えこれ何って雪ですねって言われて、いや絶対これ雪じゃないって言って、え雪はこんなに痛くないじゃんってね、そうならないよって、いやあいあい傘はしてない、ね、ちゃんと自分の傘あったんだけど、そう最初傘差さずにいたらめっちゃバチバチ当たって、そう痛て痛てみたいな、でなんかこのぐらいのなんかね5ミリぐらいかな、5ミリぐらい、いや2ミリ、いや、うん、2ミリ5ミリぐらいの、2ミリから5ミリぐらいのものがもう上着にねついてるんですよ、そうついてて、えこれ本当に、そう触ってみたらなんか硬かったの、めっちゃ、えこれ絶対これ雪じゃないよみたいな、え傘役に立たなかった、ね、めっちゃ痛かった、え評価あられみぞれ、え、ね、もうそれが分かんないの、え、ね、何の違いそれ何の違いなんですか、ね、評あられみぞれコンペイトーかなって絶対コンペそんなでかくないかもしれないけど、コンペイトーじゃないね、ゆあゆあは雪じゃないって答え納得してたよ、こんばんは、大きさなんですか、ひょうとあられ大きさ違い、みぞれびちゃびちゃなの、えじゃああられ、いや違うな、5ミリ以上があられ、えじゃあひょうなのか、ひょうじゃない、ひょうだ、え5ミリ以下だと思う、じゃあひょうだね、え5ミリ以下があられなの、どっちなんですかね、え、そうあられちゃん、あられちゃんが降ってたんです、あられちゃんもうどっちでもいいや、あられちゃんが降ってて、そうめっちゃ痛かった、えみんな経験してない、え、ま、えみんなさ新潟から帰ってきてないの、みんな大丈夫、え外出た方いない、新潟でね、めっちゃバチバチ当たってたんだけど、はるちゃん、え関東とかは、えみんなね、関東関西とかの方は今日どんな天気だった、新潟はとにかく風が強かった、キーンね、今日外出た、え どんな感じだった、のり巻きって誰だ、じゃあのり巻きのりちゃん誰だじゃない、のり巻きって人の名前、それと食べ物、のりは痛いのあられだった、あそうなの、外で音するね、強風？やっぱり風強いんだね、はるちゃんも風強かった、埼玉北部は強風のみっすか、ね、あこれみぞれ降ってた新潟ね、あの強風の中傘さすのおかしいですか、え、でもね、なんか周り傘さしてたしね、
はるちゃんもビニール傘さしたらひっくり返って飛んでっちゃったの、うん、今日の朝昼ごろ、ね、すごい恥ずかしかった。しかも人が結構いるところでね。のり巻きあられ調べよう。のり巻きあられ のり巻きあられこれあられちゃんってさ、のり巻きっていうの？え？これ？んちゃんみたいない？うちゃーって。え？これのり巻きっていうの？知らなかった。走るときキーンっていうの？これアニメ見たことある。アニメフルネーム知らなかった。だからかね、知らなかったよ。このキャラお姉ちゃん好きだよ。これハルチュンのお姉ちゃん、作った人の名字のり巻きせんべいっていうの、ドラゴンボールと同じ作者。確かに絵が似てる。博士の名字だったのね、のり巻きって。でみんなお腹空いてんのかとね思ったよね。なんかせんべい食べたいのかと思ったよ、はるちゃん。のり巻きあられっていうから、であられちゃんっていうことしか知らなかった。初めて。ねえ、あられちゃんロボットね。かわいい。ドクタースランプあられちゃんでしょ。この子かわいい。こんばんはです、ヤッホー。ニコちゃん大魔王って何ですかそれ。ニコちゃん大魔王ガッハッハって。このスタンプよくお姉ちゃん送ってくるな、ね、ニコちゃん、あ、大王だったね。このスタンプ、はるちゃんのお姉ちゃんよく使ってた。ね、あられちゃん好きなんです、はるちゃんのお姉ちゃん。ガッハッハって、これよく使って。ガッちゃん。ガッちゃんって誰？ね。ガッちゃん。ガッちゃん。かわいい、この子。この子はるちゃんに似てる。この子ははるちゃんに似てない？ガッちゃん、かわいいね、これガッちゃん。なんかちょっと似てる。はるちゃんのお姉ちゃんあられちゃんに似てるんだよね。はるちゃんがガッちゃんなのかもしれない。そう、最近あられちゃんって呼んでんのかわいい。ありがとう。
や、そう、可愛さ求めてるんです。あ、冗談です、それはね。なんかそう、配信でしかお姉ちゃんって言っちゃダメなんですよね。あの、実際にお姉ちゃんって言うとお姉ちゃんに怒られるから、そう、配信でしかお姉ちゃんって言えないんだよ。だからお姉ちゃんって言いたくて、そうだからね、お姉ちゃんって言いたいからね、配信ではお姉ちゃんって呼んでるんだよね。みどり、ジェネレーションギャップ埋める配信みたいって。え、でもはいちゅんさん、あられちゃん知ってた。キャラクターは見たことあるけど名前は知らなかっただけなんだよね。こんばんは、懐かしい。そう、ニコちゃんだよのスタンプ使ってた。ガチャ、鉄食べちゃうのこの子。クピク、え、クピプーしか言わないの、なんなんだそれ。クピプー、クピ、クピプー。ガジラ、のり巻きガジラっているの。あ、それガッチャン。ほんとだ、ガッチャン、ガジラっていうの。緑の髪の毛の、お、これ男ね、女の子、これ男、え、どっちかわかんないけど、そう、ガッチャン、緑の髪の子。ガッチャンって調べたら小学生の YouTuber 出てきたって。え、誰だそれは。ガッチャン丸いメガネかな、え、じゃあ丸いかな。メガネかけるとみんなあられちゃんみたいになるの。あー、お姉ちゃん昔メガネかけてたからかな、あられちゃんに見えるのって。普段下の名前で呼んじゃうんだよね、姉ちゃんって。じゃあ姉っていうのが、ね、らしい。なんかね、名前で呼べって言われる。そう、はるちゃん、そうなんですよ。未来川の家系ちょっとおかしいんですよ。そうね、おじいちゃんおばあちゃんも名前で呼べって言って、私呼び捨てですもんね。何々、あの、おじいちゃんおばあちゃんって呼んだことない、呼び捨てで。こう名前がすももだったら、あ、全然違うよ、すももじゃないんですけどね、おばあちゃん名前がすももだったらすももみたいな、そういう呼び方だもんね。たとえ、たとえね、下の名で呼んでる。そうね、あ、さん付けもダメなんです。そうそう、なんかわかんないけど断られる。そう、たとえそう、たとえすももやばい。仕事行く時間だけ行ってくるって。おやすみちゃんだ、お仕事頑張ってんな、ありがとう来てくれて、おやすみね。ガッチャン、ガッチャン似てた、ありがとう。そう、謎のこだわりというか、そうだから友達みたいな感じ、友達ではないけどみたいな。そう、え、いやね、なんで南川なの。じゃあ下の名前で呼べっていう話を、下の名前で呼んでけろ。メール書かないとやばかったね。例えに定評、あ、定評ですか、なんか低評価みたいな言い方になっちゃった。そう、はるちゅんの例えね、よくすももの名前出しちゃう。南川は呼ばない、はるかだよ、はるか何その言い方、はるか、はるか、カエルじゃない、ケローじゃない、はるかじゃない、南川じゃない、
はるか、かわいい子発見ありがとう。フルネームでみなみかはるか、あ、そう、そうですね、みなみかはるかですね。こんばんは。すもちゃん元気だよ。すもちゃんと毎日お話ししてるもん、はるちゃん。そうね、すもちゃん元気。もうすぐ春かですね。なにそれ、ねえ、春そういうことじゃない。春かってそういう春かじゃない。ケロロ軍曹、え、なぎちゃんってそうなの、なぎちゃん名字嫌いなの。え、私名字嫌いじゃないよ全然ね。私名字嫌いじゃない。じゃあみんなのことを思って言ってるんだよ。だってみなみかわって長いじゃないですか。みなみかわさんってみなみかわちゃん、みなみかわね。だからはるかははるかって呼んでほしいんです。チュンでもいいって。かわいい、ありがとう。ブザビタ、ありがとう。2代目西村菜々子就任。あれですか、あのフルネームっていうこと。コールできない、未来があるかって、そんな呼べるんですか、ね、そんなひすってない。え、なんかわかんないけどね、虎の絵文字使っちゃった。もうそのまま使っちゃおう。かって呼べる日は来るのかって、え、もう来ます。そう、言いやすいようにしてあげたんです。湿布でもはるか、はるかっていう名前もう改名するわ。もういいです。もういい。もうはるかじゃない。もうはるかやめる。はるか卒業ね。今日から姫かで行きます。なんか解明するもん。なんかもう解明しちゃうもんね。南があるか。え、じゃあはるかってね、そう、あの姫タンビームの人というか、はるかってあのはるかになる前姫かだったんです、名前が。そう、そのだから本当はあのはるかじゃなかった可能性があるんです。こう姫かってこうやって書くんですよ。こうやって姫か、そう姫かだったんです。ね、あ、姫たん知ってますよ。はるちゃん乃木坂オタクでしたからね。そう、ちょっと待って、はるちゃんちょっと連絡しないといけない。配信時間、そう、姫かなんです。
南か愛媛かになるところだった。でもなんで愛媛かにならなかったかっていうと、あのパパチュンが姫かって名前にして姫みたいな顔じゃなかったらどうするんだっていう話をして却下されたんです。そうね、そうなんです。だから私は遥かになったんです。でもね、中学校に、そう、中学校に姫かっていたんです。そういえばね、びっくりだよね、姫かちゃんと会えたんです。はるかはいなかった。そうね、はるかいなかったんだよね、中学校とか。そう、男の子にはるかいたんですよ、そういえばね。自分の娘に自信持ってた。確かにそうだよ、そう、皆川さんって呼ばれることある、ありますね。なんか新しい担任の先生とかに、担任の先生ではないかね、によく皆川さんって言われるから、あ、南川ですってね。え、誰が姫みたいな顔してたって、そういうこと、姫かちゃんっていう子、はるちゃんの同級生ね。姫かちゃんどんな顔してたっけ。え、でも可愛かったね。そう、姫かって字、え、字一緒じゃない気がする。でも姫はこれだった気がする。かは違う、え、かはなんだっけな、いや覚えてないんだよね。はるちゃん友達じゃないからね、あの同じクラスにもなったことなくて、はるちゃんが知ってるだけだったからね。はるかかなたの人かなってね。はるか、はるかかなた、チャオディ、これにしよう。とち、最近とちひめかっていちごスーパーでよく見るけどうまいっすって。あ、はるちゃんも食べたことある、おいしいよね。ね、そう、名前負けをね回避したんです。ひめちゃんありだった。今度公園で姫かって言ったら姫かって言うなって言ってってええ、なんだって言われるよ。え、何ですかって、それは姫かって何ってなりそう。可愛くて美人で最高、ありがとう。え、はるかさん、ご両親の名付けてくれた由来ね、よ、え、小学校の時聞いたんだけどさ忘れちゃったな。え、なんだっけ由来。全然覚えてないかも。こんばんは、ね、プリンセスチュンですよ。確かにその姫かさんだったら奇跡だったね。中本姫かさん、姫タンビーム、可愛くて美人最高、ありがとう。友達ではないってキラーフレーズやなって。え、だってさ、友達ってさ、どこからが友達かわかんないけど、私の基準は友達って、あのその子と2人で遊びに行けたり、その子とあのなんだろう、なんか遊びに行けたりね、連絡し合ったりするのが友達だと思ってるんですよ、私の基準では。そう、だからクラスメイトは、クラスメイトではなくて、なんだろう、他クラスで
私の存在のこと知らない可能性があるじゃないですか。だから友達って言えない。歌見てありがとう、こんばんは。 MC で姫香についての説明することになるんだよ。確かに未来か、未来かって言うな。はるかもかいりもみずほもひかりも好きって。あ、名前人あ、全く同じ基準ですか。ありがとうございます。二人でいてシーンとかしても気まずくない関係とかって。確かに親友と友達の違いは、親友は遠出できる、一緒にお泊まりとかね、遠出できる、無言でいて辛くない、ね、無言でいても楽しい。何、無言の時間気まずくない、はるちゃんだったら、ね、あとなんだろうね、うん、そういうことじゃないですか。あ、無言でも電話つなげられるとか、そうだね、ね、そういう感じかもしれない、どうだろう、あとなんだろうね。はるちゃん家では静かなんですよ。家族で一番静か、ね、はるちゃん家で話さないもん、ね、そんなことないけど言い過ぎた、それは。で、話さないは言い過ぎたけど、はるちゃん無言の時間が好きなんだね。目立ちたがり屋なんだけど、そう、外にいる時は目立ちたがり屋なんだよ。友達といる時とか、でも家族といる時は家族の話してるのを聞くのが好きなんです。そう、自分が話すより家族の話を聞きたいってなるんですよ、うん、そう、だからハルチュ無言のこと、無言かな、いや無言ではないけどね、うん、ね、でも外出たらもううるさくなります、目立ちたいから。こんばんは。僕ちゅんとちゅん姫の関係ちゅんよね。確かにそう、そうちゅん。英語じゃない、そんな。ありがとう、なんか。独り言ね。独り言言うの、はるちゅん。どうだろう。ね、寝言はね、寝言はあまり言わない。あ、寝言は言うのかな。なんか。言うのかね、わかんない。でもあんまりなんか聞いたことないって前言われた記憶がある、家族に。そう、はるちゃん一人で読書はしないけど漫画は読む。やっほ、でアイドル目立ってなんぼだしね。そう、かわいい子発見ありがとう。バレンタインのニコ生でのはるかちゃん、本来のはるかちゃんです。そうですね、あれが本当の私ですよね。ああいう騒ぐのが好きなんですよね、人前でというか。確かに、まおちゃんどういう反応してくれるのかね、気になりマウスですね。可愛い子発見ありがとう。確かにそちら側が知ってたらびっくりだ。おすすめの漫画前回プレゼントしようかなとって考えてたの、今日考えてたって。ね、漫画好きだから何でも読んじゃう。かわいい子発見ありがとう。ね、ちょっと仁王立ちして、ちょっとで、めっちゃ騒ぎまくっちゃったけど、まあ楽しかったし。
日本昔話ってね、何でも日本昔話はね、小学校の時読んでたね。あの時のはるかちゃんめっちゃ楽しそうで微笑ましかった。え、ありがとう。そう、はるちゃん最近ね、先輩にもグイグイは分かんないけどね、話しかけられたりしてて、そう、楽しかったですね。負けない。毎日アイドル、近年配信のはるちゃんも駄菓子バクバク食べてて面白かったなって。やめてよ、あらだよね、面白くない、可愛かったでしょ。やっほー、こんばんはね。4期ぐいぐい負けないようにね。今日はね、コマちゃんの話はね、配信でしてないんだけどね、コマちゃんはコマちゃんと今日も話しましたね。うん、でもね、全然あんまり時間がなくてお話できなかったんだけど、そう、いつもよりは今日はね、そう、ゆあゆあと結構話したかなとか、あとひろかっぴとか、ちょっとお話できて、そう、いろんなメンバーと最近お話できて、なんか良い子だね、熱心なって。え、なんでわかった？え、眠そうな顔してた今。え、めっちゃ眠、ちょっと眠くなってきちゃったかなって。ゆんきの子たちからメールではるちゃんさんがお話ししてくれましたって嬉しそうに書いてたよって。あ、え、マジ？え、ありがとうね。じゃあはるちゃん、ちょっと4期の子たちと写真ね、前撮ったやつちょっとどんどん載せていこうかな。なんか載せる機会が分かんなくてね、ちょっと載せちゃおう。あのタコのやつ欲しかった。え、でも2個あるよ、あげようか。こんばんは。めっちゃ眠くなってきた今急に。いつでも可愛い、ありがとう、ね、共通の話題あるのは素晴らしいって。いや、共通の話題はないんですよね、全然ね。話題を作ってる、なんかね、そう、ギャルチュンとは、ね、地元話したりした、ゆあゆあと、あとメリーちゃんとかね。そう、ね、魂がどっか行っちゃった。ね、焼肉をおごらないと。え、無理です、無理。はるちゃん、まあお金ない、本当にガチでお金なさすぎてお父さんからもらってんだからね、私おごらない焼肉はね、本当にお金ないんですよ。はるちゃん、焼肉は無理だって、焼肉高いもんあれ。はるちゃん自分のお金しか払えないよ、ね、まだまだ無理です、私まだ無理。もうちょっとね、年を取ってからじゃないと。まだ溜まってないから、お金が。早寝なさいって、あとでね、あとちょっと寝る。ユニこんばんは、おはゆうたん、ハワイユータンとか、ユニゴすごいな。え、ユニコちゃんのメール取ってんの、ね、
確かに4期生グイグイ。パソコンの夢が遠くなっちゃう、ね、確かにうさびたりがとね、お金の話はシークレットだ。確かに叙々苑ね、無理ですね。まだ自分でも払えない。全然叙々苑払えないよ自分で。メール来た、ありがとう。車検おにぎりあげるよって。あ、コンビニのおにぎりぐらいなら買えます。焼き肉の時ライスにワンバンさせるって、あ、させます。ヨキちゃんみんな覚えきれてないちゃうよって。これから覚えていこう。まだ大丈夫。これはマリナさん、え、そんなことない。ね、そんなことない。マリナさんは、うん、後輩と仲良くなった気がするね。最近ね、仲良くなった気がする。このリハ期間で結構みんなとお話できたりとかしてるから。会社の後輩に好きなもの食べていいよって言ったら、行っておごったら好き放題食べられて会計びっくりしたって。え、そうなるよね。え、はーちゃん絶対無理だわね。あと5年ぐらいかかりそう。みんなが思ってる以上にはーちゃんお金ない。4期5人ぐらいメール取ってんの、あれね。めっちゃ眠い今。やばいこれ、え、はるちゃん寝落ちしちゃうかもしんない。起きる。ね、これやると起きます。目開く。はるちゃん、山中よりご飯ですね。ご飯、山中はあんまりかもしれない、うん、ご飯、白米好き。白米ね、焼き肉、肉と白米ってめっちゃ合うじゃん、ね、みんな眠くなってきた、ね、みんな眠くなってきた。え、もう10 14分じゃん。あれ、ご飯まだ待ってね。あれ、もうこんな時間？意外とね、意外とこんなに時間経ってたんですか。みんな眠くなってきちゃった。腰が痛い。もうちょっと待って、腰が今ピキンってなった。ね、布団ダウなの？布団やだ。布団の中なの、やだやだ。布団から出てきてね。でも明日12時に、10時ぐらいに起きて12時に配信するからね。あれ、みんな布団の中、あれ、まさかみんな寝る準備してた。みんな寝る準備、やだやだやだ。寝ないで、みんな、みんな布団やん。よし、じゃあみんなで寝よっか。お前どっちやねんってなった。今布団から出ようって言って、みんなで寝ようかってちょっとよくわかんないけどね。ご飯食べる。ご飯食べてお風呂入ったりゲームしないといけない、ね、ダンスの確認してゲームだね。あの最後の最後に銀エーデンをやんないといけない。え、ベルちゃん、ベルちゃんですか。ちょっと待って、帝国ですか。
待って、はるちゃんあるかな、ね、今から食べるんだよ、ご飯。今から、そうですね、お腹空いた。もっちゃん見習って寝る1時間前にはスマホ見ないようにしようかなって思ったけど無理だったって。あれ、よーし、ルアとつながった。ね、一人しかいなかったラスト。ね、1時間前でもはっちゃんね、1時間曲聴いてその間に寝るっていうのに最近ハマってて、なんかね、最後の最後ね、あの曲ね、なんか知らない曲が流れてるんだけどそれでも寝れる。ね、ずっこけた、ほんと。ね、はっちゃんちょっとボケちゃった。ということで一緒に寝ようか。もう明日みんな何時起き？はっちゃんが起こしてあげるよ。ね、みんな何時起きなの？こんばんは。土曜日に劇場行きますって、ありがとう、嬉しい。こんばんはです。深夜に食べると太るちゅうよって。大丈夫、まだ一食しか食べてないね。あちゃん、まだ一食しか食べてないから大丈夫だよ。太らない、太らない、もういつもこの時間だよ最近、ね、リハ終わってこれだから。あ、やっぱり無理だね。ごめんみんな、ごめん、私はみんなのこと起こせないみたいだね。なんだこれ、早いって。早い、みんな7時、5時、5時、7時40分、7時、5時半、4時、5時、50分、5時、あ、5時配信は嫌だな。7時15分、6時半、9時、12時、あ、なんだ、おお無理や。10時からなら対応できますね。やばいなこれね。はっちゃんは10時起きですかね。ね、10時。いや、わかんない。10時って言っときながら、あれなんですよね。結構早く起きれるんです。ね、そう。意外とね、はっちゃん最近、6時起きとかやってるから。ね、最近早いから、ね、みじん切りで起きちゃうからね。そう、頑張って寝ようとしても起きちゃうんですよ。そう、まあ寝ようかみんなでね。みんなの睡眠時間少なくなっちゃう。5時間しか寝れない方いるよ絶対ね。一瞬起きて、いや一瞬じゃないんだよね、1時間か30分ぐらい携帯というか、なんかもう寝れなくなっちゃって、そうこうやって 目閉じてんのに寝れないので、また起きちゃう。え、そうでしょ、艦隊戦の一覧でよく見ちゃうでしょ。そう、起きちゃうんです。そう、はるちゃんなんかわかんないけどね、そういう目覚ましもかけてないの、なんか起きちゃうの朝だから。ちょっと睡眠時間が少なくてマジでね、4時ぐらいに起きてゲームやっちゃう時あるから、ね、ご飯はお弁当じゃない、お弁当は食べてきたね、楽屋で食べたから。そう、ね、そうだからちょっと明日は昼まで寝かして、ブラちゃんパーティーも開いてたからラスト一席もらいましたって。うわ、あ、ちょ、入れなかった。6時間寝たいよね、ハチもそう思う。ラジオ体操第一ウィース。え、待って、ルア
ルアパーティー開いてる。え、待って、はるちゃん足りない、待って待って、みんなに教えただけなんだけど、ね、やだやだやだ、ね、やだやだ、ね、足りない、ね、はるちゃん26しかなかった、なんだこれ、もうやだ、なんだこれ、ね、また開いてるのかって、ね、ルア、ルアの教えただけだった、ね、目覚めたらログをしちゃうよね、不眠症になっちゃったのかなこれ、疲れると逆に寝づらいのかね、マジか、はるかちゃん開いとるやんってバレてる、なんで、なんでバレた、え、なんかみんなに言わずにさ、しれっとさやったらもう埋まってたね。はっちゃんさ、あれ欲しい、アイマスク、アイマスクあるとめっちゃ寝れるんだよね、ね、ルアのパーティー参加したって、あ、全然大丈夫だよね、こんばんは、そうなの、疲れすぎると寝れない時あんの、知らなかった、ルアちゃんの、ルアちゃんに入ろうとしたら教え縄が見えてすぐ切り替えたって早い、ありがとう、ね、そう、ホットアイマスクが欲しい、なんかあれ結構寝れるんだよね、ね、パーティーまだ開けるんだよね、あと2回ぐらい開ける、でもみんなのダイヤを無駄にさせたくないから開かないで置いてあげるよ、うん、ルアルアって、そう、ユアユアやん、ルアルアじゃないね、じゃあちょっとはるちゃん寝ちゃうね、ご飯食べて、みんなもご飯食べるんだよね、みんなもご飯食べるんだよ、うん、みんな何のご飯食べるのかな、ね、これから何食べるのみんな、ね、一緒にご飯タイムなんだけど、よし、乾杯、大丈夫、みんな4食になっても大丈夫だよね、よく寝るからね、みんな布団の中でご飯だよね、これからポテチ4袋目ね、そんな食べれるの、みんなポテチなの、ご飯、布団の中でポテチいいんじゃないね、はち中学校の時やってたな、よく布団の中でポテチやってないかも、こたつの中だった、あ、布団じゃない、あれ違かったね、布団の中でポテチって言おうとしたけど違かった、こたつの中でだった、はるちゃんがやってたのね、みんな統一、こたつの中で、こたつの上、いや、こたつの中に入ってポテチ食べてた、くるまってた、そう、中です、潜っててなんか汗かいてた、なんかサウナ状態、炊飯器の中にご飯あるの、いいな、はるちゃん今日米炊いてないんだよね、そういえばね、米炊いてない、米がない、え、今日ご飯何にしようね、冷蔵庫の中に何かあるかな、え、パスタにしようかな、え、何にしようかね、ね、何があるか分かんないけど、多分作れるものはある、パスタ
30分になったらやめるわね。簡単に食べれるもの、パスタ、ウィダえ、ごめんないとつらったん。肉野菜炒め美味しかったよって。食べたい。お弁当食べたんだよ向こうで。そう向こうでね、食べたね、食べちゃって、それがまだ一食目なんです。あれがそうお弁当、いやわかんない、余ったのかね、わかんないけど持って帰ってきてない。全部同じ種類だったからね、今日は家で食べようと思って。そう、あ、10秒チャージあるね、ウィダー、それ食べる？え、ダメだよそんなんね。14時ぐらいじゃない、14時ぐらいに食べた気がする。え、いつだっけなね、何時に食べたか忘れちゃったけど、14時、16時、んいつだろう、時間忘れたな。でも食べたよ。そう、あ、みはるさんのケーキは食べてない、いちごだけいただきましたね、いちごだけ食べたね。ケーキ食べる前に帰ってきちゃった。いちご、いちご、ストロベリー、ストロベリー、いちご、ストロベリー。よし、ということで今日の配信は終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。また明日も頑張りましょう。12時に配信するんでね、ぜひ来てください、ね、1年前ですよ、懐かしいいちごの季節。よし、ランキングいきます。13位からいきます。13位、よちくんちゅん、ありがとうございます。12位、けんちちゅん、ありがとうございます。11位、りんやまちゅん、ありがとうございます。10位、まめのめちゅん、ありがとうございます。9位、なかじいちゅん、ありがとうございます。8位、りゅうちゃんずちゅん、ありがとうございます。7位、たこぼうずちゅん、ありがとうございます。6位、さりょうちゅん、ありがとうございます。5位、まるちゅんちゅんちゅん、ありがとうございます。4位、ビッグラブコちゅん、ありがとうございます。3位、さかしゅうちゅん、ありがとうございます。2位、ビールバラちゅん、ありがとうございます。そして第1位は、トゥルルルルルルン、ともちゃんです。ありがとうございます。明日も頑張ってねって、ありがとう、一緒に頑張ろうね。ありがとう、来てくれて、お疲れね、早めに寝れるように頑張りますね。みんなも早く寝てね、いい夢見てね。みんなありがとうね、来てくれて、また明日も頑張ろうね。ね、ゆっくり休んでねって、ありがとう、ありがとう、好きよって、ありがとう、ハチもね、またね、おやすみ、おやすみ、なみか、お疲れ様って、ありがとう、おやすみ、ひめか、おやすみ、ひめかって、ありがとう、おやすみなさい、いい夢見てね、ありがとう。